千葉市、昭和の森は千葉県千葉市緑区にある都市公園である。名称に公園はつかない。敷地面積は約100ヘクタールと千葉市内最大規模の公園であり、広場、遊び場、キャンプ場、野球場、テニスコート、サイクリングコース、ウォーキングコース、展望台、アウトドア施設、宿泊施設等多くの施設がある。園内には遺跡も保存されており、 お牛堂遺跡は、県指定文化財に指定されている。公園は一部を、県立区九,九里自然公園に指定され、日本の都市公園100選、暴走の魅力500選にも選定されている。千葉市、昭和の森公園の梅林千葉市の中心部から、東南に約18キロメートル、緑地付地区に位置する面積105.8ヘクタール。 南北 2.3km、東西 0.8km の市内最大、県内でも、有数の規模を誇る総合公園である。公園の西側は、標高 60m から 90m の、下宇佐大地に連なり、東側は、九十九里平野と下宇佐大地を分ける、高低差約 50m の崖地に接している。展望台からは、九十九里平野と太平洋の水平線が一望できる。 公園の一部が県立九十九里自然公園に指定され、良好な自然環境が残されているため、四季を通じて草花や樹木、野鳥や昆虫など多くの種類の植物や生物を見ることができる。3月から4月には、菜の花や桜が5月から6月上旬にはツツジツ、筒子やさつきが6月から7月は、花勝負とアジサイが、 6月から8月までは、水蓮などの花々が季節ごとに楽しめる。施設も充実しており、自然公園、遊び場、キャンプ場、野球場、テニスコート、サイクリングコース、ウォーキングコースなど多くの施設がある。各有料施設については、株式会社、昭和の森協力会によって運営されている。また、1989年には、 国を代表する公園の一つとして、日本の都市公園100選に選定される。園内の旧ユースホステルは、その跡地を合宿、キャンプ、公園、スポーツ施設を融合した複合施設を設計、改修工事を実施しており2014年4月、野外活動ゾーンにて、昭和の森フォレストビレッジとして、リニューアルをオープンした。公園内は、レクリエーションゾーン、展望ゾーン、 中央林間ゾーン、宿泊、野外活動ゾーン、スポーツゾーンの5つに分かれている。各ゾーンには次のような施設等がある。昭和の森フォレストビレッジは公園内の宿泊、野外活動ゾーンに位置するキャンプ場を主とした宿泊施設。旧千葉市ユースホステルを改修し、指定管理者が運営を行っている。下記の施設がある。お牛堂遺跡は 公園内に保存された遺跡。周辺には新家大遺跡、小食堂廃寺跡のような遺跡も保存されている。村田川の上流、標高約90メートルの大地上に位置する昭和の森公園は1975年4月に開園したが、1976年の整備工事に伴う事前調査でお牛堂遺跡の発掘調査が行われた。発掘調査によると、 古墳時代後期から、奈良時代及び、平安時代の円墳3、掘立柱建物跡14、縦穴式住居跡75と共に終彫りを伴う遺構一棟が検出された。この遺構は、東西42メートル、南北30メートルの長方形の区画の中に、間口5軒、奥行き3軒の掘立柱建物跡2棟が、東西に対照的に配置されるものであった。 この建物配置は、住吉大社の第三本宮と第四本宮のように並列する建物配置と類似していることから古代の神社移行ではないかという説もある。周堀を伴う移行が公園として保存の上県の史跡に指定された。障害者登用駐車スペース、AED 設置、車椅子対応スロープ、車椅子対応トイレ、ベビーベッド、車椅子貸し出しあり内は、 バリアフリー化されており、設備的には段差や傾斜などがほぼ解消され、車椅子での利用が十分に配慮されている。鉄道、編集バス、編集高速道路、編集駐車場、編集、ありがとうございます。